皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。今オフの遺跡市場は、全体的に動きがスローペースとなっている。ウィンターミーティングでも大きな FA 契約はほとんどなく、オリオールズがクレイグ・キンブレルと1年1300万ドル、レッツがジャイマー・キャンデラリオと3年4500万ドル、 ダイヤモンドバックスがエデュアルド・ロドリゲスと4年8000万ドルで合意したのが目立った程度だった。これは大谷翔平と山本由伸の存在が大きく影響していると見られる。日本人選手2人の契約が決まれば、市場は大きく動き始めると考えられているようだ。MLB 公式サイトのマーク・フェインサンド記者は、一般的な考え方では、 市場の移籍ドミノが始まるためには、大屋と山本の契約が決まることが必要だ。彼らは最初の2つのドミノなんだ。彼らの契約が決まれば、トレード市場も含め、移籍市場が大きく動き始めるだろう、との見解を示している。各チームとも大屋や山本の獲得に失敗した場合に備え、プラン B やプラン C、 を用意しているはずだが、プランへの成否がわからないことには動けない。多くのチームが大屋と山本の動向を見守っているというのが現状である。ある球界関係者は、この二人の契約が決まるまで、遺跡市場はスローな動きが続くだろう、とコメント。この二人のどちらかを獲得できた場合、そのチームは大金を投じることになる。 次の補強に動くためには、どれくらい補強資金が残るかを知る必要があるんだ。また、他の選手の代理人たちは、この二人を逃したチームが代替候補の獲得に注力し始めることを狙っている。どのチームと契約するのがベストなのかを見極めているんだ、と市場の動向を分析した。 今オフは二人の日本人選手が遺跡市場の動きに大きな影響を与えるという異例の状況となっている。それはつまり、それだけ大谷と山本への評価が高く、関心を寄せるチームが多いということの現れでもある。遅くとも十二月中には契約先を決めると見られる大谷と山本。この二人の争奪戦が決着すれば、 トレード市場も含めメジャー全体の移籍市場が大きく動き始めることになるだろう。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。